力士たちの気持ち。はい、今日はね、この4種類のおもちゃを用意しました。ちょっとこのオレンジ色のやつと、2番目がこれ、ギザギザのこの隙間に歯のところにね、なんかフードとかお菓子を挟むことができるみたいですね。でこれはよくある普通の、ただ入れるだけで転がしたら出てくるみたいな。はい、でこれなんか不思議な得体の知れん黒い、ちょっと不気味なね、変な音が鳴るんです、これ転がしたら。じゃあね、ちょっとこれで遊んでみたいと思います。投げてみたいと思います。これただね、なんかいい匂いがするだけっぽい。みんなこれちょっと、はい、大使が一番に興味持つね。これをちょっとね、投げてみたいと思います。あ、すぐ出た。ボール落ちたよ、マロ。ここにボールがあるのに。これはやっぱちっちゃいやつじゃないと、ボールやったらすぐ取れるね。これはね、多分すぐ出るけど、みんなおやつが入ったよ、こん中。あ、一個飛び落ちた。すぐ出るけ、意味がない。転がしてない、ついただけで出る。はい、じゃあ最後ね、不思議だね、これ5、6、9、10個。はい、10粒入った。これね、ちょっと今からね、転がしてみます。落とそう、もう、せーの。変な音が鳴るよ。うわ、激しい。うわ、激しい。まだ残った。カメラにぶつかってきとうやん。最後もばらまくよ、これやつ、どうなるか。はい。